米朝、再会談は1月か2月、トランプ氏というね、続けて深入りまいりましょう皆さん、愕然としません愕然としてほしいんだな、あのしてほしいんです、はい、あの偉そうな言い方で申し訳ないですけど、あのいつも言ってる通り、メディアリテラシーっていう、カタカナがあってですね、はい、リテラシーって活用方法ですよね。はい で僕はも,もうちょっと平たくニュースには尻尾があると、ええ、その尻尾をつかみましょうと、はい、あの例の「日めくりカレンダー」には尻尾のつかみ方のノウハウも一部書きました、ええ、そうすると今日あの今までお話ししたニュースの尻尾とこのニュースの尻尾、うん、こう尻尾が絡み合ってるとこあるじゃないですかこういう言い方もあの大げさなぐらいすごくシンプルに、うん ちゃん僕のの指動き見ていや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 冗談ですよこの指の動きの意味はないけどどこはどう絡みますこれやっぱ中国ですよね中国と北朝鮮ああこれはやっぱりあの一平ちゃんがいかに真面目な人かっていうことでもあるけどこれってもっともっと平たい話だよねさっき僕はある言葉連呼してたじゃないですか3か月3か月ええ90日以内っていうねバチッと90日って決めてんでしょう あのでかい中国相手に、えー、北朝鮮相手は、1月か2月か、どんだけアパートなの、はい、そうでしょ、えー、だからそこが肝なんですよ、うん、だからトランプ政権は今その、うん、チャイナの脅威に対してもこ,こういうふうに出ていて、えー、北朝鮮はとりあえずアメリカに撃つ核を諦めたんだから、はい、中国が守ろうが守らないが、えー、ね守るのをやめようが続けようが、それ関係なく。中 北朝鮮の意思としてやっぱアメリカは本気に戦争するんだと、うん、去年の10月末から11月にかけて確信したので、はいいやいやもうアメリカとは絶対あの核の競争しませんよと言ったので、うん、もう完全に先送りになってるわけですよこれもオールドメディア僕は僕が困ったことを言うなと思うんですが、うん、いやあのおパン・ペイオ国務長官をはじめね、うんえー、ボルトンさんも含めね1月にちゃんとやるんですよっていう したがって依然として北朝鮮問題はアメリカに頼んでいいんだっていうふうに言ってるけど、うん、トランプさん自身が、えー、いや1月か2月か 2>、えー、<laughs> これってこれって、うん、あの全然ケースが違っちゃ違うんだけど例えば岡本ちゃんが岡本子っていう女性だとすると岡子、えー、っていう女性だとしてとですね <laughs> 僕はあのひどいやつで一平子ちゃんと二股かけてさ、はい、であの両方にはプロポーズし,してると、はい、こ,れこれ本当はプロポーズじゃなくて喧嘩を売ってるわけだけど、うん、ね喧嘩じゃんあんまり話が堅論なんでプロポーズにするとですねあの岡子ちゃんにはですね、ええええ、90日以内に返事してよ、ね <laughs> で一平子ちゃんにはね「いやまあ1月か2月か」とか <laughs> <laughs> そういうことなんですよでいつも言ってる通り外交だとか国際関係論だからといって難しい話にすぐ学者や評論家やコメンテーターがなさるけども違います人間のやることですから首脳会談やるときにもうトイレ行ってねっ「賞、えー、も誰もしなきゃいけないしご飯も食べなきゃいけないと」と、ねはい、時間がないからご飯食をながら会談してることも多いけど。えー 要はあのご飯がどんなに豪華でも結局ご飯食べるってことはじじゃないですか人間やること変わらないんでだからこれはゆるゆるだってことなんですようもうはっきり言うと関心がないんですよ、えー、でしかも帰りの飛行機の中で飛行機って専用機の中でね、えーえー、エアフォースワンの中で記者団に聞かれたら答えるっていうのは自分から言うつもりも特にないわけですだから1月か2月そのもう12月なんだからもうすぐやりますってことを言ってんじゃなくて、えー、まあ年明けたからやれる時にやれればいいんじゃないの ぐらいのねと言ってるわけです<年>これはだから日本にとってはちょうど級の大問題なんですよ逆説的に見るっていうのは僕はあんまり推薦しないんだけどこう必ずその裏側っていうか違うサイドから見ることも大事でさっき言った中国の消務時間の話っていうのは例によって中国が。 都合のいい嘘をついているというふうにも見えるだろうけど逆に言うとどれだけ国内の不安に苦しんでいるかと中国政府自身がということだと話しましたよねだから、この話もあの北朝鮮との話し合いはトランプさんはあの6月12日にシンガポールでやるときあれその前の,あの持っていた緊張感をとっくに失ってて、ね。 ゆるゆるなってるっててことは逆に日本にはもうぐいぐいこうのど輪みたいに北朝鮮問題が深刻になってるってことなんですよ。というのはアメリカのチェックも緩んでるんで、えー、あの日本に向けた、えーね、でしかも韓国は実質ムン・ジェイン大統領が北朝鮮に屈服した状態だから、はいえー、これ前から言ってますけれども、えー、あのこれもいろいろ苦情が来るんですけれども。 ムン・ジェイン大統領は学生運動の時代から北朝鮮の資金提供を受けていた疑いがあるというのは世界のインテリジェンスの日本も含めて常識ですからね、<ー>でしたがって北朝鮮としてはですねものすごく的が絞りやすくなっているわけですよ。<ー>まずアメリカは、まあ、トランプさんが、あのー、長,くて長くても6年、5年いなくなるわけだから<ー>その後の大統領がどうなるかでまた変わるけれども少なくとも当面はある意味アメリカを気にしなくてよくなってるわけ<ー>なんと恐るべき話で<ー>ね。 そして韓国はもっと気にしなくていいわけだ、はいね、そして、チャイナもですねこのトランプ大統領が北朝鮮とこう手を結び始めるとチャイナは急に北朝鮮に優しくなったわけですよね<ー>で、これもこういう三角関係で話できるわけですよ、えー、そうでしょ、ガチガチのカップルだと思ってたらあの違う人が入ってきたらや,やっぱりお前俺のものだっていうふうに中国は寄ってきたってことだから、えー、北朝鮮はこの背中に抱えたチャイナも。えー もう向こうのアメリカも足元の韓国も気にしなくていいって気になるのはこのまだ安倍政権が存続している日本だけで,すで。ということはです、ね、この防衛上のあるいは安全保障、危機管理上のちょうど急の大問題が音を立てないまましかも残念ながらトランプ大統領によって作られてるんですよ<ー>同盟国によってで僕はそのトランプさんのいいところも悪いところも安倍さんのいいところも悪いところも言ってるだけであって これはトランプさんは明らかに日本の国益を損じてるわけですよ、こういうのが。1月、2月でまあいいんじゃないの、とあのやれるときにやれればっていうのは困るわけですよ。で、困るってすまないから、前から言ってます通り、僕は長年の新年の日本は核武装をすべきでないっていうのも、再検討せざるを得なくて、少なくとも国会で、その議論は通常国会以降やるべきだと考えてるわけですで。というのは、アメリカの核の傘っていうね、 えものに守られてえー、僕のように日本は核武装すべきじゃないっていう人間にとってもそこは矛盾なわけですよ。よはっきり僕も矛盾を抱えてきたわけですよ。はい、そのえー、っと僕はこれ認めませんが、このあの要するに核兵器はもう全部やめればいいんだとね。これ認めないっていうのは、この数字があの悪いとか考え違うって言ったんじゃなくて現実に。 この今,今までの核をやめたらテ,テロリストやあるいは北朝鮮が持ってるボロな核の値打ちが上がるだけだから余計人間を窮地に追い込むんであのイデオロギーとか必要なとかの話はないんですよ、ね、で,もでもそっちの方がまだ矛盾はないわけですよとにかく核兵器は全部悪いんだと、ね、いう方がで僕はその核兵器が全部悪いって言い方をしてるんじゃなくて日本の生き方として核兵器は基本的に兵士を殺害するんじゃなくて 広島・中崎が証明している通り戦わない人を殺害するものなんで日本は取るべきじゃないと言ってきたんですがこれはそのアメリカの核の傘に守ってもらうという前提に僕も入ってたわけです。でこれはある種の偽善ですがその偽善をもうあの偽善のかぶり物を脱いでいかなきゃいけない時代に入っててそうするとですね 今日あえてこの項目に入れてるんですが、上から2番目のね、そこにつながるんですよね。まいりましょう、この話題に移っていき自民改憲案提示見送り、日程確保できずというね、続いて深谷にまいりまとまずね、このニュースも表を触ってるだけなので、きょう、き今日皆さんに問題提起している、違う視点、本当は逆の視点。あの 逆説という意味じゃなくてねゲームじゃないんで、ええ、あの遊びじゃないんで、はい、そういう意味じゃないけど裏から見るっていうことを、ね、あの今日はそこに絞って問題提起しているつもりなんですけどあのそこからまず言うとですね、ええ、これは改憲案の提示が自由民主党が改憲案を国会に示すことがますますだめになったって話じゃないんですよ。<お>違いいまますすすよでで<は>でかというとうね大体、はい、このの臨時国会ははそれ僕はあの住民主党の内部でも言ってますが 短すすぎるんですよ、えー、で本当に憲法改正を提示するつもりで、うんえーね、そして僕は反対してる入管法改正をやるつもりで、えーね、それだったらもっと早く、えー、早く開いてれば、はい、この秋の臨時国会で必ず年末年始っていうね、うん、っていうか年末でこう止まる年末年始に国会は事実を開けないっていうこと以外に予算案作らないといけないんで。はい 当然、延長してもここ止まんなきゃいけないんですよ、12月半ばぐらいでね、えー、でも、そういう制約あるからこそ、しっかり憲法改正とかをこの臨時国会でやるんだったら、それは開会を当然早くするはずじゃないですか、えー、そうでしょ、うん、だから、夏の終わりからあのやっててもいいわけですよ、そ、えー、うでしょ <laughs>、はいで、それやらないでこ、怒らせて、怒らせて、怒らせて、こんなになってるわけですから、えー、だから本当はですね、そのこの臨時国会で、 このやろうとしたのにね、うん、提示できなかったっていう事実を作るのが大事なんですよ、<ー>ここで踏み台を作っておけば、翌年の通常国会、どんなに短くても1月から6月までは必ずあるわけですから、法によって決められてるから、そこに乗っけられる人たちができるってことなんで、これは実は話が逆なんですよ。うん いいろいろありましたよその新しいトップになった下村さんが、はいまあ、怠けてるみたいなもんだって発言をなさったんで野党は、まあ、はっきりとそこ飛びついたわけですよ、はい、問題発言だと、ねね、でも本当はそれ飛びつくのはおかしくてその下村さんの発言が良かったと言ってるわけじゃなくて前から言ってますけれどもあの安倍総理やそこそ下村あー住民主党憲法改正推進本部長ね。だから 憲法を変えるためにも国会議員になった僕を含めて僕らの方が5件派なんですよこれは今出るかもしれないけど憲法96条あごめんなさい事前に言ってなかったけど96条にこう,やってこうやったら修正できますってことを書いてるってことは当然この憲法は自らやがて変わらねばならないとなぜかというと昭和20年 西暦でいうと1945年の日本の敗戦を踏まえて作られたものだから、その状況がいつまでも続くはずがない、そのとおりじゃないですか、敗戦からわずか7年で、日本は占領から解放されてるわけですから、だから当然、ここにですねこの憲法の改正はとあって、国会が発議しましょうと、あるいは発議できると、そして国会だけじゃなくて、その後は、一番大事なんで、国民が。 投票にって決めますということが書かれているということは、しかもその、まあ、これは手続きだけど、天皇陛下がその後に交付なさるということまで書き込んであって、だからあの細かいことが決まってないから、第1安倍政権は立派な仕事をして、国民投票をとりあえずこう決めたわけですよね。えー でさらにそれをあのもっと国民が投票しやすいものにしましょうっていう今、改正をやろうとして、それも、事実を野党の非協力もあって、まあ、住民所の責任がないわけじゃないけども、止まってるわけですけど、これはしかし、憲法の書きぶりとしてはいわばこれで十分なんですよ、ね、何が十分かというと、この憲法は変えるべきものであると、これが皆さんね、これを一切使わないのが五権派っていうなら、この96条の条文が変わらなきゃいけないんですよ。ね この憲法は未来永劫1一句も変えてはならず、国会がどのような議論をしようとも、国民がどうを考えようと絶対変えてはいけないと。したがって、天皇陛下は国民の名においてこれを永遠に一一句守るんだと。書いてなきゃいけないでしょ書いてありますかだから、これを無視することを語憲っていうのは、話がむちゃくちゃなんですよ。だから 僕らこそ、護憲派なんですよ、<ー>憲法が本来期待しているものをちゃんと時代を見て、うんね、で国会議員はその時代の変化、国際情勢の変化、まさしくむちゃくちゃに変化してるわけじゃないですか、<ー>そうでしょ、うん、それを踏まえてちゃんと発議しなさいと、発議は場合によってはできるというのではなくて、本当はそれ見てしなさいと、<ー>そしたら国民はちゃんと自らの頭でお考えくださって、<ー>自分の意見を国民投票で表してくださいと。はい そしてそれが決まれば陛下は粛々とそれを交付なさいますということが書かれているわけでしたがってその臨時国会も通常国会も本当は減ったくらいもなくて毎国会ごとにですねさあその憲法9条はもちろんのことね9条だけじゃなくて例えばその えー、最低限の生活を保障するって言ってるところが例えばその格差や人民層の出現とかみ合ってどうなのかっていうことも含めて、えー、全部もうあのほとんど全部の条文を毎国会中ずっと審査してるっていうのが本当の姿でしょ、えー、だって本当に時々刻々変わるんだもの、はい、日本も、えー、日本の中身も世界もね、えー、でそれをそのお野党がいわばそれをこう おこう逆手にとってっていうのかその例えばね下村さんの発言も真意はそこですよねでそれがその怠けてるって言い方はけしからんっていうのはそれははっきり言えば謝れば済むことでしょうでもそれをてこにしてもうとにかくその日程確保できずっていうあの表現になってるんだけど日程確保できるできずっていうのは住民書の責任ですよ僕さっきから言ってる通り会期が短すぎるですよねでもそれ以前にその 謝罪したら済むことをいつまでも引っ張ってるから日程がなくな,、えー、なくなった面もあるわけですよね、はい、でも、こういう話も基本的にはいわば、この前の話なんですよ、うそうでしょ、うん、アメリカの核の傘があってね、えー、それで北朝鮮はちゃんとアメリカを封じ込めてくれてね、うん、で北朝鮮はその後ろの中国という厄介なスポンサーもあり、それから台湾を挟んでいても。えー あの朝鮮半島で韓国軍と一緒に向かい合っている朝鮮戦争はまだ終わってないんだから休戦状態ですから、はい、アメリカって巨大な敵もありっていうね北朝鮮が四面楚歌の時代のこの憲法改正のゆっくりした話と実は北朝鮮はもう日本さえ狙えばいいってい状況になってる時にあの103条もある長い憲法で国民をどうやって例えば北朝鮮の脅威から守るかっていうのは9条1箇所しかなくて前から言ってるとりの9条には どうやって守るかじゃなくて全部否定してあってそうでしょ武力を行使することも武力で威嚇することも陸海空軍を持つこともそれどころかその他の戦力もだから前の言ってる通りこういうったものは持っちゃいけないんで僕らは本当に高機能だったらこうやってつけば子供もの前であれだけど実際脇を固めて目をつけば鍛錬してれば2回で相手の戦闘能力を奪うこと。 戦闘能力どころか行動でできなくなくるわけでしょだからそれはその他の戦力ですよそれも全部ダメだと、うん、ねそして致命的に相手が国だったら何をされても戦うなと、うん、国の公正権はこれを認めないとなってて、うん、ではどうするかがないんですよ、うん、ないですよね、うん、でさすがに本当はないと思ったんだろうと思うんですが、うん、前文っていういらないものがくっついてているわけないじゃないですか本当は、うん、でもいらないものがくっついててそこに諸国民の公正と審議にお願いするっていう趣旨が書いてあるわけですよ、うん 諸国民は誰かも書いてない、うん、だから前から言ってますがその、うん、僕は今、地上波のテレビ、基本的にお断りしてますが、前参加してた頃は、諸国民って誰ですかと、ねえー、聞いて、相手が答えられないと、そこカット、そうですよ,言葉ですよ、ねはい、テレビタックルがなぜ生放送でやらないかたまにやったけどね、うん、ほとんど収録でしょ、はい、それはもう、カットこそテレビカットいやテレビタックルだったから、い今もあるけど、うんだ、だからですよ。 そそれはその番組の編集権の問題ですが要は諸国民がは誰ですかっていうのは東京大学の憲法学の先生も早稲田大学の先生もね長谷川さんって今あの時代の長寿になった先生も答えられないわけですよでこれはもう全体としてその理念を言ってるんだという趣旨をおっしゃるわけですがそれで諸国民を守るんですか今日あのお子さんいらっしゃるけどこの,この,この子どもたちをそれで守るの じゃあ例えば、ロアンダとかウガンダとかねミャンマーとかみんな自分で苦しんでいるところがなぜ,かなぜか日本国民を守ってくださるんなこういうのはやっぱ関西言葉で言いたいんですこんななアホなことがあるかかいなとねだからそれは本当はアメリカが守ってくださるとアメリカが公正で審議なんだってことにしましょうっていうのをそうかけないから諸国民ってごまかしただけでしょうということですがそのアメリカがまさしくこうやって。 ね、僕はトランプさんの,あの今の政策をかなり支持してるけども、この件では、北朝鮮の核ミサイルって件では、日本を見捨てたに等しくなってるわけですよ、現は、現に。えー、で、今やは見捨てられたら困るんじゃなくて、これ自分で守らなきゃいけないって、うん、この部分は。えー、ということでしょ、アメリカ万能主義みたいな日本国憲法なんだから、本当は。うん、そうでしょ、<ー>日本は全部悪くて、日本は何もできなくて、アメリカは万能なんだって書いてあるのが日本国憲法なんですよ。うん、アメリカ万能憲法なんです実は、うん でそれをアメリカ自身も知ってるからもう変えたらどうですかって実はてね長年言ってるわけでしょ、えー、でもそこはさす,さすがと言えばさすがで中国と違ってもう戦略終わってるんだからそれ以上内政干渉はしない、えーはい、そうでしょだから、はい、まあ,あの対等な関係とは言えないけれども、えー、同盟国でいるわけですよねでそれはこれ全部考えると今までの憲法論議とは、はい 与党の区別なく全然変わらなきゃいけないので最終的に今日僕はその野党が出てこないのはあの例えば審議に実際出てこないんですけど出てこないのはけしからんと言ってるんじゃなくて自由民主党の提示の仕方がやっぱり変わらなきゃいけないと今までと同じようにいやあの憲法審査会をあの開くんだけれどもで開きましょうって野党に呼びかけるんで野党が出てこないんで,で終わる話じゃなくて生きるか死ぬかの問題なんですから。 はい、今まで安全保障は生きるか死ぬかの問題じゃなかったんですよだから表にもならなかったわけ、うんね、農業をどうするかとか、ね、そういうのは生きるか死ぬかにつながるから平和な日本でも平和に見える拉致被害者がいることを考えれば平和じゃないんだけども、まあ、一見平和に見える日本ではやっぱり食べ物とか、ねね、今の水道法改正みたいな水のこととかは命に関わるって見えるけど安全保障がそう見えなかった。 何のことはないそれはアメリカにお任せしてきただけでアメリカがはっきりトランプさんは本音を言う人だからあえて言いますと本音を言ってくれる人だからやっとこれで分かったわけじゃないですか。はいつも言っている通り住民民党も野党も一致できる点を探すそれは拉致被害者を全員取り返すこととそれから二度とこういう子どもたちや働き手が奪われる。 北朝鮮ごとき破綻国家に奪われることがないようにする、はい、それが一致できないはずはないでしょうと、もし一致できないんだったら、うん、北朝鮮や中国から裏金をもらったり、えー、工作員の活動を協力したりしてますよねということですよ、うんえー、それがないんだったら、はい、絶対一致できるはずですよね、えー、これは野党のことを言ってるよむしろ自由民主党の内部に向けて言ってるんですよ。えー、はいですよね はい。